4月4日桜が満開ですミツバチは花の蜜集めに大忙しですこの群は幸いエカリンダニの被害を受けていません今日本ミツバチはエカリンダニにより危機的な状況にあります 忙しい。ご主人、暇そう。どの鉢も鼻の蜜でお腹を膨らませて帰っています。よいしょっと。 ご主人いつも暇そう君たちの世話で忙しいごめんなさい私たちは日本人より早くから日本に住んでいます私たちを守ってくださいお願いします日本人は太古の昔から日本ミツバチと共存してきたのではないでしょうかよい お役に立つ動画投稿を心がけて参ります。チャンネル登録をしていただけると励みになります。